HMS プリンスオブウェールズはイギリス海軍が現在建造している航空母艦でクイーンエリザベス級航空母艦の2番艦である同じ艦名として戦列艦プリンスオブウェールズから数えて8代目になる本艦と姉妹艦のクイーンエリザベスはイギリス海軍史上最大の軍艦になる予定であるクイーンエリザベス級は多目的の航空母艦として 複数の任務に対応する。36機の回マイナス 35B 統合打撃戦闘機と12機のヘリコプターを搭載する能力を備える。戦隊は4つのセクションが、ポーツマス、ロサイス、バーロー・イン・ファーネス、クライドでベーシステムズと VT グループによって建造される。最終組み立てを行うロサイスの1号間ドックでは、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために、 回収工事が行われた。プリンス・オブ・ウェールズ工事中、ラサイス・ドク・ヤード・プリンス・オブ・ウェールズ工事中2007年7月25日、国防大臣のデズ・ブラウンが38億ポンドで2隻を発注した。このニュースは政治家、労働組合に歓迎された。両艦ともポーツマス海軍基地を拠点とする予定である。この時点の計画では空母は スキージャンプ式飛行艦板を備え、艦載機は、ヘリコプターの他海マイナス35の V、エストール型である海マイナス 35B であった。2008年12月11日、ジョン・ハットン国防大臣は、2隻の就航が当初、予定の2014年と2016年よりも1年か2年遅れると、発表した。2010年10月25日、戦略防衛。 安全保障見直し2010に伴い、イギリス海軍は、クイーンエリザベス級航空母艦2隻の同時現役運用を断念すると発表した。運用される航空母艦を1隻にすることで、高騰する海マイナス35のコスト76億ポンドを削減でき、プリンスオブウェールズを2018年に退役する洋陸ヘリ空母、オーシャンの代替艦ともすることで、 さらに6億ポンドの削減になると見積もられている。同時に、本館の搭載機が、ストブル機の回 -35B からクタール型の回 -35C に変更された。これに合わせて、発艦方法が、スキージャンプ方式から、電磁式航空機発艦システムに変更され、代用する回収が行われた後2019年に、クタール空母として収益することになっていた。 2010年11月25日には、A、ガーディアン電子版が、プリンス・オブ・ウェールズが、インド海軍に売却される可能性があると報じたが、これは実現していない。2012年5月と、日、またフィリップ・ハモンド国防大臣はストブルが他の回 -35B に変更されることにより、クタール機向けの電磁式型パルトやアレスティングワイヤーを装備しないことを示唆している。 2015年の戦略防衛、安全保障見直し2015では2隻ともが人員を充足され、イギリス海軍に収益し、常時最低1隻を運用可能とする方針が示された。2017年9月8日に浸水式が行われ、12月21日に建造ドックより出居した。現段階では2019年に試験公開、2020年に収益予定であり、 その後2023年頃にストブル空母としての運用能力を持つ予定である。2019年7月10日、イギリスのテレグラフは HMS クイーン、エリザベスの前方エリアで高圧パイプが破裂し、約250トン余りの水が2つの区画に浸水したと報道した。なお、この事故による怪我人はおらず、船にはダメージはなかった。 2019年9月19日に試験公開に出航。12月10日にポーツマス海軍基地にて収益した。式典にはチャールズ皇太子とカミラ夫人が出席。ありがとうございます。